皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブラッドステインド遊んでいきましょう。さあ前回ですね、新マップ秘匿された砂漠に到達したところでですね、ここら辺にエレベーターがありました。こっちね、これなんか多分ボス戦っぽいんだよな。こっちで今日ですね、一旦その前にこっちね、近畿の地下水路をこの周辺埋めていこうか。多分こう繋がってんのかな、こっちにだと思う。あとね、やっぱり敵の強さ的にもこっちかな。こっちね、結構食らうんですよね。触れただけで。60とか食らうんで。まずこっち行こう。この奥。多分順路的にこっちかな。先は。出発。で、まず帰る。これ処理って。とですね、シャドウ。今日ね、これ使っていきます。グレートフルアシスト。これね、リスナーさんがすごい便利ですよっていう風に教えてくれたんですけど、結構ね、便利でした。実際に便利。こういう技。で、強化してあります。これはね、すごい便利。まあ、要はこれバニアですね。おそらく今のところ一番便利で、フライドフィッシュ。ただそう、エリア切り替え、これで消えてしまうんだ。でまたこいつがいる。ニャボの上位ね、マカロン毒、あぶね、毒竜巻。よしで、お宝取って、究極のレシピなんだ究極のレシピって。究極らしい。あとね、そうそう。この使い魔。これね、カルボス使ってみたんですけど、めっちゃ良かったです。なんで一旦こっちで行く。ダンタリオン、デュラハンマーヘッド。とりあえずこれ取っとこうか。どんなもんか。ただだいぶ弱いと思う。強化してないしね。失礼。何これ、これ敵かこれ。何か取った。しっかり回避して、よし。で物資、素材もらい、お金もらって500円。そう、結構ねお金使ったんですよ。なんで多分それまでポンポン出ると思う、お金で。これが行き止まり。ライトニングボルト装備か。ライトニングボルト、落雷を受け雷の力を得た奇跡の体験。アタック39、1下がる。今こっちかな。同時に。で、死体。こいつね、これがそう厄介なんだよな。石化ほんと嫌い。これね、デュラハンマーヘッド。どうなんだろう。次、ダンタリオン。ポン。普通にこれ本が飛んでるだけ。あ、でね、そっち、これそっち行けなくない。で、なんかのバフですね。なんかかかった。何時に祝福あれ。今ここね、隣とやっぱ下か。下行ってこうだ。で、こっち。さあ、こっから先。未知のマップ。と思ったけど、これいけないんか。なんだこれ。これでも無理っしょ多分。あ、ですね。これ無理か。こっちいけない。あ、そう。つまり、ここら辺。そう、こっちね。ここにちょっと行ってない。これ気になるな。どうしよう。今行っとくか。こっからこういける。あとこっちか。残ったこっちね。ここ無理ですね。で、これも確か竜砂だ。いけない。で、ここいける。となるとそうね、ここら辺かな。一旦すいません。これちょっとこっち行っていい？探索していい？まずは転送石。これで帰ろう。んで、奇跡のレシピ。奇跡ってなんだ？いやあ、いらっしゃい。さて、何を錬成する？さあ、錬成。これ、奇跡は見たいんだけども、これ前からあったんだ。ここら辺。強いやつ。多分。他ないかな？トイシューズ。プーと音が鳴るシューズ。ここら辺かな？いや、違うな。これ、そうですね。特に出てないかな？
これ欲しいね。悪魔の角2本。それがない。と、忍び装束。悲しみっす。東洋の布。これなんだろう。あの忍者かな。アサシン。あ、でもここら辺出てなかった気がする。なんとなく。まあ、とりあえず増えました。と、フェアリーマフラー。で、最後にマフラーね。炎のマフラー。何かあったらすぐに戻ってくれ。で、装備。フェアリーマフラー。これどうかな？そんなでもないかな。インテリジェンス。あれが3アップ。で、鎧。これね、作っておきました。スパイクブレスト。エリナ、トゲのある胸当て。触れた相手に傷を負わせる。と、帽子。これ、継続ね。つば広棒。よし。さて、で、一発セーブして。よいしょ。よし、行っていきましょう。あとね、今日の雑談コーナー一つ目、モグさん。私は洋楽や洋画、しかもかなりマイナーなものが好きなのですが、初対面の方にどんな〇〇が好きなのと聞かれて答えると、結局相手に伝わらなくて気まずくなります。物知りな愛農さんも同じようなことがありますか？そういう時どう答えていますか？というもの。これね、自分もありますよ。自分だったら音楽特にめちゃくちゃマイナーなね、ユーロビート。あれ一番好きだからね。しかもね、特に90年代後半とかね、2000年代初頭ぐらいのが一番好きで、で、話ができる方が本当にいないんですよ。渡辺さんぐらい。N 型犬の。なので、これはね、やっぱりね、なんか、メジャーなものを一つ用意しておく。っていうのが一番いいと思う。自分、そうね、一番メジャーなもの。やっぱね、キンキーズかな。キンキのお二人はね、人間性も良くて、だと楽曲もいいんですよね。なんで、今んとこアルバム全部持ってんのかな、キンキの。よし。で、再出発。あと、洋画とかもそうね。なんか、カルト的な映画好きって言うとね、わからんしな。普通の人。なんでね、やっぱそこら辺はね、答えるこっち側の責任もあると思う。相手が悪いんじゃなくて、こっちが悪いっていう。なので、メジャーなものを用意しておく。そこに尽きる。あ、それわかるっていう。みんながわかりそうなのか、無難なものを用意しておく。で、そこからこうな話ができそうだったら先に行くっていう感じかな。まあでも本当に噛み合わない場合ってのもあるからね。お互い好きなもの全く通じないっていう。まあそこはしょうがないよね。なんか他の話題に持っていくしかない。好きなご飯何とかさ、お店何とか。さて、で左行ってこっち。やっぱそれまず広いとこから攻めていく。犬と猫どっち好きとかね。うち猫飼ってるよとか。で、ちょっと回復して。よし。あ、そこら辺やっぱり人生経験だよね、本当に。話が広がるかどうか。で、斧使い。こいつをぶっ殺してからのこっち。そう、この周辺はめっちゃ弱い。でですね、今ここにいて、そう。左下、あとね、このマーク。これ何これ？本棚じゃないと思うんだよな、多分。あ、本棚だ。すいません。これ前読んだね、多分。ですね、これ読んだ。ペネトレート。これ月か。あ、これ波動拳ね。三連座。でもな、これ使う？これ。これ使うか？で、こっから、セーブがまずできる。ここでセーブして、で、下行こう。あの三連山。よしと。そう、映画とかなんか音楽はね、詳しくなったりとかさ、コアになったりなればするほど、話が通じなくなるっていう。狭いとこに入っていく。あ、で、こっちか。ここね、前来たね。チラッと見て。よし。これ C か。探すもの。ここら辺はだいぶちょうどいい。
で、その、これ左かな。ただ、うん、やっぱ広がってんだな。広がりがあるとね、行きにくいんだよな。よし、ただ敵は本当に処理しやすい。で、こっち。ここまずい。いいね、おい、斧。こっちか、悪い子は。で、回復して。この回復ね、強化にエクスポーションが必要でした。ハイポーション4つ、プラス万能薬3つかな。で、連成できんの。お金で買うとそうね、6000円ぐらいかな。さあ、こっち、これボスいるの？うん。お宝い。あ、こいつ結構強いな、触れると。で、クリスタルとマガボリン剤。これ取って、もう行き止まりかな、こっちは。で、再び回復。ここら辺が一番ちょうどいい。強さは。よし。あとね、すごい、めちゃくちゃすごい今更なんですけど、このブランドステインド。血で汚れたって意味かな。血まみれのとかね。そう、金属のステンレスのステンね。あれがステイン。本当はステインレス。汚れがつかないっていう。意味の金属ステインです。さて、でここか、水中ね。プラス、あ、こっちも水中かな。ちょっと横に潰しとく。でクラゲがいる。死んでね。ここも広いな。おい、ずっと右に行ける。プラス下も行ける。どうしようかな。ちょっと待ってね、なんか下広そうなんだよな。先行っとくか。で、シャードで、リフレクションじゃなくて、そう、アクアストリーム。何？あれか。びっくりした。なんかね、声が響いてて、何かと思った。近所の選挙の放送かと思った。こいつこれ何なのこれ。なぜ空中を歩いてる。で、これ取れません。そっちも行けません。となるとこっちか。で、回復。これできる。よし。あ、で、こうか。そうそうそう。これ使っていける。あ、で、これも通れないかな。あ、ですね。マジか。かがもうとしない。こっち無理。さて、となるとこっち。これも無理かな。とりあえず見とこう。ああ、宝か。これやって終わり。ですね。今ここにいて、そっちの左。あれ行けたっけ？行けないか。記憶がね、行けなかったんだな、多分。ですね。なので、右に行く。これね、そう、どういけなかったっていうのが分かんないんだよな、パッと見で。で、こっち。ちょい回復かけて。さて、で、さらに奥。よし。こっちは陸地だ。あれ？で、転送部屋。あ、そう。これ転送か。これで終わり？あとこれか。ここに宝。これも多分無理でしょう。ここね。となったらやっぱこっちかな。こっち行って、で、ここら辺。とエレベーターね。この先。よし、行きましょう。ただここら辺は敵はめっちゃ強い。異様に強い。ね、この調整はね、ちょっと残念かな。その、触れた数値のダメージがでかいっていう。触れたダメージの数値か。が単純にでかいっていう調整ね。よし。敵はめちゃくちゃ強そうな技を振ってくるとかではなくて、触れると痛いっていう。これはね、少し残念。
さあまずドラちゃん、こいつを殺す。刺せ、そうだ、よし。でこっからの下に行けるの。あ、こいつスローの人、アミーちゃん。で今ここね、こういうところ、これやっぱ個室かな、左じゃない、縦、あ、縦穴か、縦穴か。となると右は、だってドラちゃんがいて、これどこ、どこ、そこね、そこに置く、瞬殺する。でお宝ここら辺にある。よし、解毒薬いらねえ、一回も使ったことない。でとりあえずこれ出して、下が見えんぞい。これあとね、これ取れないか。そう、これね結構バグである、たまに。でさらに解毒薬押してくんな。で素材もらい、いいね、ここら辺はいいね、進みやすい。ね、で上、これが行き止まりかな。ここはですね、これはリフレクションレイか。シャードでリフレクション、よし。で500円、おやつ代で、ここですね。あ、こう抜けていけるんだ、多分。で、シャードも。で、よし。これはでかい。HP アップ。よし。さあ、1000マジか。エクトプラズム。素材もらって。よし。で、つながりました。こっち。一旦セーブかな、これは。そう、この人はね、なかなか昼間だよね、お姉さん。こいつね。頼む。いいよ。うん、使いもこれや、だいぶ優秀ね。シルバーナイト。ファミリーナイトっていうふうに言いそうになった。ファミリアシルバーナイト。で、レーザー。あそこにな、そうあるんだな。取れねえ。これ、やっちゃってくね。よし、いいよ。ナイス。で、この右下ですね。ここ、見とくか。ライフは余裕がある。宣言せよ。我であり、我でないもの。あれ、本棚プラス、こいつか。宣言せよ。やりようとして。よし。他はないかな。で、読んでいく。日記。で、使用図、アルティメイトスカー。一呼吸で3度の斬撃を繰り出す。前後ろ前プラス X ボタン。武器、ミセリコルデ。と、ジュアユース。ジュアユースってなんだ？多分実際にあるんでしょうね。なんかの文献とかに。その幅がね、本当に広いんだ。よくわからんっていう。あー、上に、あ、こいつか。宣言せよ。我であり我でないもの。まあいいかな。さあこれでセーブかけて、多分こっからボス戦でしょうか。右のエレベーターね。よし、マップ 64%。 でこっち、何がいるか。あ、そっち右の底なんかいけそうな気がする。あれ、割とこれ狭いな。近いな。こっち。これ、なんもねえか。さあ、一段登って。あ、こういうとこね。これだけ ?500 円。いや、これ多分ね、なんかあんだな。他に。まず下ろう。で、上行く。そこなんだろうね。
で、魔法陣、これはいけません。さて、でボスベアか。やっと来たか、アルフレッド。ミリアム、なぜお前がここに。それは私のセリフよ。なぜこんなところにいるの。立ち去れと言ったはずだ。それはできない。私にはジーベルを止める約束がある。チェ、ここなら城から遠い。奴のために仕掛けた陣だったが、ちょうどいい。ここで終わらせる。ちょっとそれダメでしょ。開幕の、待ってね。さあ、初めての解毒薬でですね、アルフレッド、彼ずっと座って待ってたんですね。あれかわいいな。で、ナイフ、シューティング長、これにして。権限せよ、我であり。で、これパターンがわかんねえ。まあ、やっぱ近寄ってぶん殴るってのが一番早いんだな。あ、これこういうパターンだ、こいつ。よし、背面取ってぶん殴る。よ、再び出して、あ、上行った。なんか脱走した猿みたいな、この人素晴らしっこいわ。ただめちゃくちゃ弱い。で、ドンくる。あー、ポイズンか。これは厄介ですね、一番毒ね。再び解毒薬。あ、でもあれか、アイテム使っちゃいけない縛りあったの、そういえば。まあでも毒は許して。次から使いません。あれか、毒薬。徘徊老人から、こいつは。あー、また毒になった、もう。あー、ただこうなってしまうと厄介なんだよな、短期決戦か。となると、あ、石化した。変幻。で、回避して、よし、いける。いた。この力、さすがに別格ということか。やはり書を手に入れねば。え、死んでないの。ロガエスの書は諦めて。私がやらねばならぬ。やっと得られたチャンス。これが最後のチャンスなのだ。さあ、これで一応勝ちました。これで終わりかな。封印が解けたのか。となると、こっち、そこの一段下。あとセーブね。セーブ、これどうしよう。で、それとこっち、一旦これセーブしようか。ここね。これは、なんでもない。ここなんだろうね。権限せよ。で、下に行ってセーブ。さっきの解毒薬ね、普通に使っちゃったな。まあでも良かったんでいいか。普通に勝てるしね。そんなに見応えはない、彼に。で、セーブかけて。いました。あとね、今日の雑談コーナー2つ目。勇者パシフィコさん。今までで一番衝撃を受けた漫画やアニメをお聞きしたいです。というもの。衝撃ね。漫画で言うとやっぱりそうですね。一番最初はそうね、皆川亮司先生のスプリガンとアームズかな。週刊少年サンデーの。あれね、本当にびっくりした。自分が絵を描くきっかけになった作品ですね。こんな漫画を週刊で描く人がいるんだっていう。だから作画がすごい惚れたんですよね。本当に惚れ込んだ。で、ショートカット。じゃない。ディープシンカー、水中に沈んで活動できるようになる。ここでか。これにとって水中に再び戻っていく。でね、2番目に衝撃が大きかった作品。あれはですね、二瓶勉先生のブラム。あれもね、素晴らしいんだ。ぜひとも皆さんに読んでもらいたい。よいしょ。よし。漫画で言うとそこら辺かな。でね、自分その後に大友克洋先生のアキラ読んだんですね。やっぱ大友克洋先生の漫画すごいね。本当に。全部アナログで、あの作画。
当時だってその原稿用紙をはるかに超えて、なんかね、何メーターぐらいタコ糸引っ張ってパースを取ったっていう風に言われてるもんね。権限せよ。で、これ出して、あとね、アニメーション監督のコーンサトシさん亡くなってしまったんだけど、あの方もね、大友克洋先生のアシスタントだったみたい。むさび在学中かな。それもね、すごい話。在学中にあのアシスタントが務まると、あのサクアリオの。で、今ここに行って、これで、あっちか。お宝を回収しに行く。あ、で、これだな。ナイフ。よし。で、こっち。さあ、こっからですね。こっからどう行く？まず向かって、地下水道。でね、ガツンときたアニメ。アニメはね、意外とないんだけど、特に好きなのはやっぱりイニシャル D かな。あれですね、思い出補正あるんだけど、イニシャル D はね、すごかった。なんか奇妙なアニメなんですよ。作画もめっちゃいいわけじゃないし、CG もしょぼいし、で、BG もユーロビート、色物なんだけど、なんていうかね、全部がね、いい感じにマッチしちゃったんだよね。マッチしてしまった。本当にその言い方が正しい。で、これこっちはないんですね。そこね。あいで。さてさて、となると、あ、これここじゃないか。どっちかっていうとこっち？あーですね。ここら辺かな。あと宝箱。ここにめっちゃいっぱいある。これ全部回収すんの？これこっちだっけ？こっちか。どっちかっていうと。すいません。一旦戻ろう。皆さんなんか衝撃受けたアニメってありますか？あとやっぱエヴァか。エヴァの衝撃も大きかったね。ただね、自分どっちかっていうとナディアの方が好きなんですよ。不思議の海のナディア。で、こっち。左行って、ここから先に行く。だ、ナディアもね、途中で島編っていうあの悪夢のようなパートがありまして、あれも懐かしいな。よし。あ、でもこれどうなんだろう、便利なのか不便なのか。あのね、めちゃくちゃ遅くなる。これ、あ、多分オンオフできるのか、おそらく。あとアニメで衝撃、クラナドとエアかな、個人的に好きなの。そう、昨日ね、あの京アニでものすごい火災がありまして、あれもひどかったな。41歳の男性、ガソリンぶちまけて、33人かな、亡くなってしまったの。本当に、なんていうの、痛々しい事件。よし。で、のろまってこっち。なんかね、事件の規模多すぎて。で、こっち。よし。で、こっち。なんかね、事件の規模があまりにも大きすぎて、言葉を失うというか。よし。で、こっからですね、シャードを使って、リフレクションで、これで、こうだ。ですね。よし。さあ、この先、何がある？くっそ、これおっせえな、しかし。発禁。権限せよ。我であり我でないもん。よし。で、じわじわ行って陸地が見えたぞ。こっち行けない。宝1個。部屋は？そっちもリフレクションね。ちょっと待ってね。まずこっち。これ取って、カジキ。これ武器かな。で、海賊の指輪。一緒に見よう。カジキ。これ微妙ね。巨大な木剣。と、
海賊王、アイテムドロップ率アップ。これな結構いいな。アイテムドロップ率アップ、海賊王。まあでもいいか。ラック上昇ね、13から18。さあ扉あってからの回廊あって、何？裏魔導研究棟。あれはドミニクとアルフレッド。ドミニク、アルフレッドと繋がってたんだ。貴様からの申し入れだったはずだ。どういうことだ？ほんの手違いですわ。ただあなたが罠を仕掛けていたのは、それは約束が違うのではなくて、貴様にロガエスの書を渡すわけにはいかぬのでな。面白いことを言いますわね。書を求めるのは10年前、両親のための復讐か。何を言っているのかしら。ミリアム。待ちなさい。恥ずかしいところを見られてしまいましたね。今の話、アルフレッドは地下であなたを待っていたのね。そう、だから残月に向かうようにお願いしていたのですわ。彼は空間移動を封じる術を持っています。だからアルフレッドを足止めできると考えたのですが。たださっきの会話は？そういうことだったのね。それで両親の復讐って何があったの？そう、そこについて、隠していても仕方ありませんわね。私の両親は私と同じエクソシストでした。しかし10年前の悪魔の代償か、その戦いの中で命を落としたの。だから私には悪魔を憎む理由がある。そして原因となったロガエスの書にも。ごめんなさい、私たちの仲間が。恨みなんてとっくの昔に忘れましたわ。私は再び悲劇を起こさないためにロガエスの書を回収したいだけ。わかったわ、私も協力する。ありがとう。私もあなたを全力でサポートしますわ。今の怪しいのやっぱり表向きの理由なのか。それが何かに使えそう。ロガエスの書、よし。で回復してから措置。ここいいですね。アンダーテルのなんだっけ、裏実験棟だっけ、あそこみたい。裏研究所か。でギロチンがあるんですが、割と緩いな。で本棚、上にこれ針あるんだ。で、なんか変な人いるんですけど、何こいつ。で、シャドウ。ビップマスタリー。ムチのダメージアップ。ムチか。ムチ特化。でもこういうシナジーもいいですね。相乗効果とか。スキル編成ね。シナジー。ここに扉、扉というか個室か。よし。個室ならば全然いい。で素材取って、他ないかな。ここ割と地味ね。他になんもない。またあいつがいる。権限せよ、我であり我でないもの。あとそう、上のこいつね、できればこいつ。よし、ペチペチやって、でね、下とこっち。よし、これ転送部屋ね。でさらに権限せよ、我であり我でないもの。ここ、これ結構狭くない？あえていく。でダイヤモンド、よしと素材じゃなくて本棚。なんか知んないけど素材って言っちゃった。1781年、ジーベルの力もに大量のシャドウが詰まったことと、
訓練も順調なことからシャードリンカーによるシャード実験を開始した。訓練の成果なのか、シャードの力を順調に引き出すことができているようだ。特にミディアムという少女、彼女の能力は計り知れない。扱う量も引き出せる力もズバ抜けている。で、右ページ、1783年、2年後ね。上層部の望む悪魔召喚に必要な量の結晶が、私の計算上ではあるが十分に集まった。長い道のりであったが、あとは儀式を実行するだけだ。我が友は未だ儀式には反対らしい。何かを得るためには何かが犠牲になる。それは錬金術の基本でもあるはずだ。我々の悲願のために必要な犠牲なのだ。我が友、これがアルフレッドなのか。多分登場人物じゃない？違うのかな。で、セーブじゃない、広がりがある。権限せよ我と。まあとりあえず行ってみよう。こっちで、ここで左、あれボスかとなるとですよね。セーブ、よし。さあ、ここは回復つかずに行きましょう。今 66% 効果率。あ、こういうやつ、分身タイプね。ただミディアムかこれ、ドッペルゲンか。あ、今の残月のか。あー、や、あれやばいです。いやー、広いやつ。ちょっと待ってね。シャード、リフレクションじゃなくてナイフ、刃物。回数ナイス。あ、さっきのやつだ。三連山。これ強えな、横の、横一線ね。よし、正面。背後取って。やっぱね、人はね、背後は弱点ですね。こっち。あっ、大丈夫、こいつはいける。さらに呼んで、ドラゴン出しな。これはですね、ちょっと欲張ろう。あ、ドラゴン出した。あぶねー。またこれか。これだってこんな回復できなくない？食らった方が得をするというの。一戦、あぶねー。大王城、もう一発、よし、いた。さあ、これで新シャドウ。シャドウトレーサー、影分身を作り出す。影分身、これ、ただどう使うんだ？シャドウトレーサー。待ってね。うん、すいません。あるか。こういうやつ。これ、どう使う？これ。しかも、ちゃんと魔力使う。待ってね。これで先に行くのか。で、セーブ。いて、おい、62。こうやつ、地味に使うのこれ。こうなるとスイッチとか。権限せよ我せい。で、ここから上に行って、あ、これなのかな、もしかして。いや、こういうわけでもないか。ですね。普通にいける。おい。よし。で、スパイクブレスト。今ね、ちょうど持ってるやつだ。連成したやつだ。権限せよ。我であり、我でないもん。で、ここから下いける。無知。一旦回復。ヒーリング、じわ回復。こっから下、あー、でもこれ広いのかな、もしかして。結構広いだと困るな。今ここですね。あー、なんかいけそうだな、下の方。いやー、ちゃだぶだぶだぶ、押し込んできた。我であり我でないもの。あー、これ大丈夫か、上か、一段上。あれ、でもここそんなに広くない。ちょっと待ってね。まあ、そっち、そう。そこへ来て。
で振り子があってそっち、これどうなってんだ。普通に行けるけど、これ個室？あ、違うんだ、個室じゃない。いて、これ迂闊に振るとまずいな。で500円、嬉しい嬉しい。これね、金結構使うんだよな。どこっち、ここに行って、これはなんかありそうなんだけど、なんもね。で上か、ちょっと見て終わりかな。これね、多分ファラニスの牛かな。拷問というか処刑キングでしょうか。でマカロンちゃん、よし、レベルアップ。さらにムチ姉さん、どう？ここはね、これ結構広いかな。意外と我であり我でないもの。まだ下行ける。あ、そこにあれがある。赤部屋。廊下かなとなると。ちょっと待ってね。あれ見た俺にしようか。よし。で、トキシックストームと素材もらって。金とクリスタル。権限せよ。我であり我でないもの。やっぱり廊下があって。で、灼眼煙窟。溶岩エリアか。これ新マップ。ここですね。左下。これ次かな、やっぱり。新マップ。ですかね。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして。で、次回ですね。さらにここから先を探索していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ブラッドスティンドでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。